誰が来ようと俺は負けん。スーパーサイヤ人といえどまだ子供、食らってやるわけにはいかない。でも諦めるもんか。遊園地に連れてってもらうんだ。はっ、てめえが貴様がどれほど凄まじい強さであろうと関係ない。敵が目の前にいるかい、俺は戦う。よし、今日はここまでだ。強すぎるよ。俺の攻撃が全然当たらなかった。当然だ。あいつを超えるために俺はずっと修行を欠かさなかったからな。パパなら絶対勝てるって。天下一武道会楽しみだな。でも遊園地行きたかったな。あ、わかった。遊園地は連れてってやる。やった。その代わり俺の特訓に付き合え。スーパーサイヤ人の状態でな。ゴテン君と遊ぼうと思ってたのに。つかませてもらうぞ貴様を。うおじゃあ、ベジータさん、あんなやつに操られないで。ベジータ、俺はやはりバビディの術に。そんなベジータさん。うるさいぞお前ら。俺はダメだと思っている。俺は誇り高きサイヤ人の王子なんだ。貴様の家来になんかなってたまるか。何？自分の意志でバビディの術を。俺はカカロットと戦いたいだけだ。あの世での修行の成果とやらを見せてもらう。だが俺も貴様以上の特訓をした。天才である貴様との差を埋めたのだ。こんなくだらん戦いはさっさと終わらせて、俺の実力だけで貴様を倒す。それだけが俺の目的だ。さすがだベジータ。それほどまでオラと決着をつけたかったとは。ならさっさとやっつけちまわねえとな。はあ、なんだよそれ。この僕の家来になる気はないって。許せない。もういい、行けダイブラ。はっ。俺を家来にしようなど、プライドを傷つけた落とし前をつけてやる。うわあ、よくもこの俺をコケにしやがったな。じわじわ痛めつけてパワーを吸収させてからやっつけるんだよダンプラ。はい、わかりました。
くそとくたまれ。ところかこちらがやられかね。余計なことを考えている暇はないんじゃないのか。さっさと本気を出したらどうだ。様を利用しようとする奴はぶっ殺す。ただそれだけだ。くそ、全然パワーがたまらない上にダーブラまでやられるなんて。これじゃあ魔人ブーを復活できない。ここは一旦逃げるしか。おい、俺をコケにして逃げられると思っているのか。一瞬でぶっ殺してやる。しつこいな。あっち行け。邪魔する奴は消しちゃうよ。貴様を許さん。死ね。助けて。魔人ブーの弾を破壊できました。石にされた人たちも元に戻ったみたいですし、これでも安心ですね。ありがとうございました皆さん。そしてベジータさん、これでこの宇宙の平和が守られました。宇宙の平和などどうでもいい。俺はただ邪魔を排除しただけだ。何せ時間がないものだからな。あ、そうだ、早く会場に戻んねと。大会が終わっていようがいまいが関係ない。俺と戦ってもらうぞ、カカロット。
ずいぶんと待たせちまったな。ああ、今日は全力で行かせてもらうぞ。待ってくれ、ベジータ。俺らたちが本気出したら大変なことになっちまったろ。何？こんなとこでカメハメが撃ったりスーパーサイヤ人で戦ったら街がぶっ壊れちまうぞ。やっちゃえ、パパ。頑張んなさい、ベジータ。わかった。純粋に力だけの勝負ということだな。あ、俺はずっと貴様を倒すことを目標にしてきた。行くぞカカロット。最強のサイヤ人はこの俺だ。貴様という目標を失った後でも俺は決してトレーニングをやめなかった。いつか再びカカロットと戦う日が来ると、俺が勝つ日が来ると信じていたからだ。やめるな。こっちだ。負けだ。
天下一武道会エキシビジョンマッチはベジータ選手の勝利です。素晴らしい戦いを見せてくれた2人に拍手を。まだそんな力を隠していたのか。純粋な戦いの技、おめえの方が今上だ。そうだ、ベジータもさっさとあの世に来いよ。強い奴らがゴロゴロいて修行もし放題だぞ。物騒なことを言うな。俺はまだ死ぬつもりはない。まったく調子が狂うぜ。修行の手を抜くなよカカロット。また俺に負けたくなければな。ははは、勝っても負けても相変わらずだなおめえは。じゃあな、ベジータ、次はあの世で戦おうぜ。次も俺が勝つ。俺がナンバーワンだ。